はい、タコです、今回はですね、ホリエモンプロデュース和牛マニア以前の挫折ということで話をしていきたいなというふうに思います。まあ、まず最初にですね、和牛マニアって一体何なんだと、ね、いう方もいらっしゃると思うんですけど、和牛マニアっていうのは日本の和牛を世界へっていうのをコンセプトにですね、和牛の輸出ですね、海外への輸出だったりとか、あとは高級レストランっていうのを運営している企業ですということですね。2016年にホリエさんと浜田さんっていう人がね、二人で設立したということなんですけど、まあ、この高級レストランには海外セレブの方がファンにいたりするんですよね。元サッカー選手のデイビッド・ベッカムさんとかですね、シンガーソングライターのエド・シーランさんとか、そういった有名な方たちをファンに持つ高級レストランをね、運営していたりとか、まあ、本当世界の料理界の頂点を極めたアドリア兄弟の弟さんのアルベルトさんという方がいるんですけど、まあ、そういった方とかですね、世界的に名高いシェフたちとポップアップイベントなんかをやっていて、まあ、海外でも話題になっているということで、まあ、設立からたった3年間なんですけれども、今ぐーっと伸びているね、ものすごい急成長しているんですよね。で、まあ、そうした時に、まあ、よくね、堀江さんが自身のチャンネルで和牛マニアのことについて情報発信をされているので、ついつい堀江さんが前面にね、出てきていると思うんですよね。皆さんが感じる印象っていうのは、堀江さんがやってる和牛マニアっていうね、印象が結構強いかと思うんですけど、実際はこの浜田さんっていう方が、まあ、トータルプロデュースとか海外戦略、要は輸出のね、戦略とかっていうのを実際に浜田さんが担当してるんですね。話を最後まで聞いてもらうと、なるほどっていうふうに思ってもらえると思うんですけど、実際にいろんなプロデュースだったり活動してるのは、まあ、浜田さんがメインでされていると、ね、いうことなんですけど、今回は、まあ、堀江さんの方は皆さんよく知ってらっしゃると思うので、浜田さんが、じゃあどういうね、人で、そして、この浜田さんっていう人も、今ね、たった3年間で和牛マニアっていうのはね、ここまで成長させてるんですけど、それまでの人生っていうのは、かなりやっぱり山あり谷あり、いろいろなね、人生経験をされてきた方なので、すごくね、話を聞いてるだけでも、まあ、私もすごい勉強になるなというふうに思いましたので、今回浜田さんにね、ちょっとフォーカスを当てて、お話をしていきたいなと思ってます。今回、浜田さんの人生にね、結構詳しくフォーカスしていくっていう話なので、1回の動画ではちょっと説明しきれないので、何回かに分けて動画の方を作っていきたいと思いますので、ぜひ興味ある方はですね、続きの動画っていうのもぜひね、チェックしてみてくださいということで、まあ、早速本編の方に入っていきたいなというふうに思います。まず、まあ、浜田氏っていうのはどんな人ですかということなんですけど、まあ、経営者の父とピアニストの母の間に生まれましたと。そして3歳からマレーシアに1年間滞在していたと。で、まあ、一度ね、日本に戻って、10歳までの4年間というのはオーストラリアで過ごしましたということで、まあ、小さい頃からね、海外に住んでいたということで、まあ、なんとなくね、まあ、日本だけに住んでいるんではなくて、海外のこともよく知っているということなので、ね、今、和牛を輸出してるっていうのも、おそらくこのぐらいの頃から海外にいたっていう経験もね、すごくね、影響されてるんじゃないかなっていうふうに感じますよね。高校で単身でアメリカに留学していますと、かなりアグレッシブですよね。高校でも一人で、ね、アメリカの方に留学しに行ったと。そして当時普及し始めたインターネットに出会いますということですよね。で、この時にかなりね、インターネットにもうどっぷりね、のめり込んだらしいんですよね。この辺はちょっと堀江さんと似てますよね。堀江さんも学生時代ね、インターネットに出会って、もう思いっきりね、インターネットの方にもうどっぷりハマって、これからはネットの時代だっていうことで、インターネットの勉強とか猛勉強されたんですよね。で、まあ、浜田さんも同じように、まあ学生時代に普及したての、まあインターネットに出会って、めちゃくちゃインターネットにハマっていったということですね。で、二十歳でね、帰国したと、日本に帰国して、まあ映画のメールマガジンっていうのを発行してたんですね。まあ、映画についてのメールマガジンですよね、を発行し始めたということなんですね。で、そのメルマガを読んでいた、ね、読者のソニーの社員の人に、まあ、誘われたらしいんですよ。ね、うちの会社に来ないかみたいな感じでこう誘われたらしいんですけど、それで、まあ、ソニーの方に、ね、入社すると、ね、大企業のソニーに入社したということなんですよ。ここまでで言ったらかなりすごい奇跡的なことが起きてますよね。まあ、本来だったら、まあ、ソニーなんて大企業ですから、ね、そうやって引き抜きで入るなんてことっていうのはかなり難しいことだと思うんですよ。ただ、まあそのね、自分が発行していたメルマガを気に入った読者の人に自分の会社を紹介されて、それでね、入社してしまうっていう時点で、この時点でも浜田さんというのはね、相当すごい人だったんだなっていうのがわかりますよね。で、ただね、ソニーに入社したにもかかわらず、たった1年で退社しちゃうんですよ。
これがまたすごいんですけど、ね、まあ理由としては、意思決定が遅いということですね。大企業っていうのはやっぱりね、社長がね、一つの意見を出して、それをまあ会議しますと。会議していろいろなね、ことを話し合った上で決断と、ね、実行という形になるので、やっぱ個人事業主で考えたらね、まあ、もし自分一人でね、事業をやってるってことであれば、自分が意思決定したことっていうのは今日からもうすぐにね、スタートできるわけなんですけど、大企業ってやっぱそういうわけにはいかないわけですよ。ね、いろいろな、まあ、仕組みですよね。製造部門、集客部門、販売部門ってあって、まあ、あとはね、管理部門とか、いろんな部門があって、そこにいろいろな人たちがいるわけなんで、その人たちが今どう動いてるのかっていうのを把握したりとかですね、その決断によって、ね、多くの社員がね、影響を受けてしまうわけですから、まあ、そういったね、意思決定っていうのがものすごいやっぱり代表って遅いんですよね。まあ、そういったことが、理由で、1年後に退職したと。まあ、上司からは、もうこれから10年間っていうのはもう安泰だよっていうふうに言われてたらしいんですけど、ね、じゃあ11年後どうなるんだっていうふうに思ったらしいんですよね。11年後、もし苦しむようであれば、困るようだったら、私は今辞めますということで、ね、まあ、ソニーのね、中で働いていろんな勉強にはなったということを言ってるんですけど、実際に1年間でもう決断したと、退社するということになったということですよね。ここまで見ても、まあ普通じゃないというのがわかりますよね。まあ、生い立ちからそうですけど、3歳からマレーシアに行ったりとか、10歳までオーストラリアで過ごしたりとか、ね、高校で、まあ、アメリカに、ね、留学に行ったりとか、とにかく日本を離れてることは非常に多いし、さらに、まあ、普及したとのインターネットに目を向けてね、そこに没頭したとか、あとは自分でね、メルマガも始めちゃって、そのソニーの社員の人に目をつけられて、そしてソニーに入社して、入社したはいいけど1年後で退社すると、ね、あまりにも決断が早すぎるということで、ここまで見てももう普通じゃないですし、成功者の資質っていうのをバリバリね、感じさせてくれるような生き方をされてるなっていうふうに感じますよね。実際に浜田さんと堀江さんの出会いっていうのがですね、まあ、堀江さんがね、以前経営していたオンザエッジっていう会社と、まあ、今あるサイバーエンジェットですね、サイバーエンジェットが立ち上げたメルマガ事業っていうのがあったんですよね。でそこで第1回メルマガ大賞にシネマカフェがね選ばれたと、ここで作ったシネマカフェが選ばれて、それで堀江さんと初めてね出会ったということなんですよね。で当時はね、今ほどそこまでね親密な関係じゃなかったらしいんですね。まあただ実際に会いましたっていうぐらいだったらしいんですけど、まあここで初めてね浜田さんと堀江さんっていうのは出会ったということですよね。まあ、ここでね、ソニーの社員の人にね、このシネマカフェ、すごくね、いいっていうふうに目をつけられて、さらにその後もね、堀江さんとサイバーエンジェントからも、ね、このシネマカフェっていうのがすごいね、いいねっていうふうに選ばれてるわけですから、よっぽどいい情報発信をされてたんだなっていうのが、この時点でもまあ再確認できるということですよね。2000年にはカフェグループを設立していますと。で一時は100人を超える従業員を抱えるほど、まあ、成長していったということなんですよね。で、2006年に会員制の高級フレンチレストランのコポンノープを開業という。で、このコポンノープっていうのは、ノーポップコーンのアナグラム。まあ、要するに言葉遊びで作った名前らしいんですよね。で、まあ、この時ね、フランスの映画っていうのを、まあ、買い付けたりとか、配給したりっていうのをやっていたので、まあ、フランスの映画っていうのを安く買い付けるためにね、その監督たちが好きなお酒っていうのを揃えて、まあ、関係者たちが集まる場所っていうのを提供していたらしいんですよね。で、まあ、2008年に和牛の世界に入るということなんですけど、いよいよここからね、和牛マフィアの和牛に入っていくということなんですよね。牛肉賞尾崎の最高級和牛を食べて衝撃を受けたということなんですよね。で当時アメリカの映画でね、フードインクっていう映画があったんですよね。でどういう映画かって言ったら、まあ、食の安全についてだったりとか、まあ、あとは業界の裏側にね、思い切り切り込んでいくような映画だったんですけど、まあ、そういった映画が公開、アメリカでね、公開されて、それをまあ買い付けて日本で公開したんですよね。でその映画を、まあ、この尾崎さんっていう方が見てですね、実際に浜田さんに連絡して、ね、尾崎さんが提供した肉っていうのを浜田さんが食べたんですね。で、そうした時にものすごい美味しくて、やっぱり衝撃を受けたらしいんですね。まあ、浜田さん自身ね、焼肉をそこまでね、がっつり食べるような人じゃなかったらしいんですよ。なんでかっていうと、食べ過ぎるとやっぱり胃がもたれるっていうのがね、あって、なかなかそんなに肉食べないと。ね、そこまで多くの肉をね、食べれないっていうふうに言ってたらしいんですけど、それは、ね、素人だと。ね、この尾崎さんは、ね、そういうことを言うのは素人だっていうふうに言って、本当にいい肉っていうのは胃がもたれないと。ね、どれだけ食べても胃がもたれないんだっていうことを言って、で1キロぐらい今日はね、お肉があるから、これも全部食べてけということで、まあ、6時間ぐらいかけて、いろいろなね、料理を出してくれたらしいんですね。結局、尾崎さんに出された1キロの肉をペロッとね、食べてしまったらしいんですよ、浜田さんはね。で、翌日、ね、朝起きたら胃が全然もたれなかったっていうことにもう衝撃を受けて、あ、これはもうすごいと。
っていう風になって、じゃこんなに素晴らしいお肉がね国内にあるんだったら、これを世界にどんどん届けていこうということで、世界に和牛を広める決意をしたっていうことなんですよね。で最初はコポンノープでこのお肉っていうのを提供し始めたということなんですけど、2011年に新会社ビバジャパンっていうのを設立して、インターネットで和牛の輸出を始めたということなんですね。まあ、これが今のね和牛マニアの、世界にね和牛を届けていく活動の始まりだということなんですよね。でここまで順調だった事業がね、あることをきっかけに転落していくのでしたということで、まあ、今までの話を聞いていただくと、浜田さんね、ものすごい右肩上がりの順調なね、人生を歩んでいるというふうに感じる方がね、ほとんどだと思うんですけど、ね、しかし、この後あることがきっかけで、この浜田さんの人生っていうのがどんどん転落していくという流れになっていくんですけど、この続きっていうのは次の動画で撮っていきたいなというふうに感じています。